それでは発表をお願いします。週刊プレイボーイ編集部様に代わり発表いたします。ミニバン日暮里日本レース引退賞2023週刊プレイボーイ賞に輝いたのは宇佐美奈緒さんです。おめでとうございます。宇佐美さんはスーパー GT とスーパーフォーミュラでリアライズガールズとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈に移ります。昨年の初めから週刊プレイボーイ賞を目指していますと SNS でも公言されていました。その願いが叶いました。宇佐美さん、改めましてリアライズガールズの宇佐美こと宇佐美奈緒です。ありがとうございます。私は数ヶ月前からこの景色を本当に心待ちにしていました。小さい頃から続いた劣等感やコンプレックスをバネに週刊プレイボーイ賞を取ると決めたその日から今日まで本当にあっという間でした。私にとって、日本人バネにした体型は学生時代すごくコンプレックスでした。なので週刊プレイボーイ賞を取るということは一つの克服でもありました。どんな時も明るい家族がいて支えてくれる仲間がいて、そして私が1年間やってきたことを認めてくれて、支えてくれたファンのおかげで今日ここに立つことが、この光景を見れることができています。最高の1年の始まりを本当にありがとうございます。そして、これからも一つ一つ、一日一日を最大に、自分らしくまっすぐ頑張っていくので、これからも宇佐美奈緒の応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。週刊プレイボーイ賞を受賞された宇佐美奈緒さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。それではどうぞご登壇ください。